平成21年台風第8号は2009年8月に台湾に上陸して記録的な豪雨をもたらし多数の死者を出した台風である。進路図2009年8月2日、日本の気象庁は2009年に入って11個目の熱帯低気圧が発生したと発表し、フィリピン大気地球物理天文局は3日にこの熱帯低気圧を と命名したまた、合同台風警報センターは、シリアルナンバーとして 09W を選定した。09W は、フィリピンの北方約 1000km の海上で、台風8号となり、アジア名、モーラコットと命名された。命名国はタイで、エメラルドを意味する。台風は4日から5日にかけて、西に進路を展開し、7日には、台湾東部の陸上を、 暴風域に巻き込みながら減速して、台湾時間の同日23時50分ごろ、中度台風の威力のままかれんし付近に上陸した。そのまま台湾を東から西へ横断し、8日11時ごろには勢力を軽度台風に弱め、同日14時ごろに東円圏付近から台湾海峡へ抜けた。台湾本島の全域が台風の暴風域を外れたのは、 9日の18時半、ゴーロだった。9日16時20分には、中国福建省霞浦県付近に再上陸し、次第に勢力弱めて、11日早朝に、熱帯低気圧に変わった。速報段階では2009年の8番目に発生した、台風と解析されたために、台風8号とされているが、事後解析により、 同年の台風7号の発生日時が8月3日21時で、この台風の発生日時が8月3日9時であったことが判明したため、台風7号の方が8号より後に発生していたことになり、台風番号と発生日時が逆転する現象が2006年以来3年ぶりに発生した。そのため、この台風は実質上台風7号であった。台風による 浸水被害メディアを再生する台湾における台風第8号この台風は台湾で台風の中心から離れた地点で豪雨となった。8月6日0時から8月9日19時までの積算雨量がカヨ県有山で2726ミ、mm、リメートル、平東県を量産で2551ミ、mm、リメートルに達した。これにより台湾南部では高尾県小林村が 新総崩壊による土石流で壊滅するなど、過去50年間で最悪とも言われる災害となり、88水災と呼称されている。なお、この台風の被害に対して各国が救援物資を送った。なお、台湾政府の対応の遅れに対して批判が集中。9月10日には、流長現行政委員長が辞職、行政院総辞職へと追い込まれている。 この台風のアジア名、モーラコットは、この台風限りで、使用中止となり、時順からは、アッサニーというアジア名が使用されることになった。AB、デジタル台風、2009年台風8号。アゴラ .x.2.ac.jp。2020年5月26日閲覧。台風番号と発生日時が逆転した、台風一覧。 typhon21.world.coocaen.jp2020 年7月2日閲覧台風の死者500人超過馬総統が見通し産経新聞2009年8月14日付台湾の台風災害支援で競う米中日本話で遅れ産経新聞2009年8月17日付台湾の死者 不明600人超台風8号被害。日本の援助物資到着産経新聞2009年8月21日付。台湾、行政演奏辞職へ新行政委員長に、ご厚用し。国民党秘書長、産経新聞2009年9月7日付。ありがとうございます。